こんばんは、青ゲームです。今回なんですが、先日行われたドラゴンクエスト35周年特番の中でサプライズ発表された6個のタイトル以外に、思わず堀井雄二さんが漏らしてしまったまだ発表されてない作品への衝撃的だった発言などを紹介していきたいなと思います。最後まで動画見てもらって、ぜひ皆さん感想や予想などコメントで教えてください。まずはですね、簡単にドラゴンクエスト35周年記念特番の内容を振り返っていきたいなと思います。まとめ動画も作ったので、まだ見てないって方は概要欄に動画を貼ってます。ぜひご視聴よろしくお願いします。まずはサプライズ発表された6個のタイトルなんですが、ドラクエ初のパズルゲー、ドラゴンクエストケシケシ、ドラゴンクエスト10追加ディスク転生の英雄たちオンライン、ドラゴンクエスト10オフラインが2022年に発売、ドラゴンクエスト3リメイク HD2D 制作決定、ドラゴンクエストトレジャーズ発表、ドラゴンクエスト12選ばれし運命の炎を発表。個人的にはドラクエ12がやっぱり来たかって感じだったんですが、まあネットでね言われてたモンスターズがなかったのが正直驚きました。他にも話題になってたドラクエ9のリメイクなどもなく、まあ、正直ねがっかりした人も少なからずいたと思います。ですがここからが堀井さんが思わず、まあ、漏らしてしまった衝撃発言などを切り抜いていきたいなと思います。前から言われてた神とマヤの幼少期を描いた作品が作られていることは分かっていたんですが、その作品がモンスターズだと誰もが思っていたと思います。実際に僕も動画にしましたし、モンスターズ20周年記念放送で初めてこの作品が発表されたので、誰もがモンスターズの新作だと疑わなかったと思います。それがなんとドラゴンクエストトレジャーズだったということになりました。生放送のコメント欄でもモンスターズじゃないんだってコメントが多かったんですが、ここからが注目の発言です。モンスターズの新作じゃないんですよねとの問いに、堀井さんが違うんですよ、モンスターズはモンスターズで配合がある正当な作品として11の 2D 版を作った横田くんが作ってます、またこちらは発表できると思いますとのことです。これね、何気に衝撃的じゃないですか。モンスターズだと思ってたカミュとマヤの物語がトレジャーズっていう別の作品で、これ生放送見れなかった忙しかった人っていると思うんです。あれ平日やってたんで、であのまとめ動画や、まあ、まとめた記事とかしか見れてない方もいらっしゃると思うので、僕がですねこの動画でお伝えします。モンスターズの新作は現在制作中だそうです。おめでとうございます。これ何気にね、あの生放送見れなかったって人本当いると思うんで、知らない人多いと思うんですが、モンスターズはモンスターズで別にですね作ってるということなんで、まあモンスターズファンの方はですね、安心していただけると、まあ、嬉しいかなと思います。そしてもう一つ気になる発言がありました。ドラゴンクエスト 3HD2D リメイクが発表されたんですが、ここで堀井さんのポロリ発言、今までは1から2とか順番に作ってきたと思うんですけども、3が一番思い入れがあったんで、今回はいきなり3から作っちゃえってかっこ笑い、このあと1、2ってもし行ければ行きたいと、逆に前は1、2、3と言って3で意外な展開がありましたよね。今回は逆に3から始まって1、2をやれば2のところで僕は意外な展開を考えていますのでとのことです。まあ意外な展開といえば、考えられるのは追加イベントでしょうか。まあドラクエ2のストーリーを簡単におさらいしていきましょう。竜王の討伐から100年後、大神官ハーゴンが世界滅亡を企む。世界滅亡の危機を阻止すべく、勇者ロトの血を引く主人公ローレシア王子とサマルトリア王子、ムーンブルグ王女がハーゴンへと立ち向かうストーリーとなっております。
そしてエンディングで、こうして3人の旅は幕を閉じた。勇者ロトの血を引きし若者たちにより再び世界に平和が訪れたのであった。これでですね、ロトシリーズが完結となります。ここに何かを付け加えるとすると、追加ストーリーでしょうか。3から登場したラスボスを倒した後に挑戦できる裏ダンジョンの追加、そして裏ボスでしょうか。カジノの可能性もありますし、スゴロクのね可能性もあります。ワクワクが止まりませんね。ただドラゴンクエスト3HD2D リメイクの売り上げ次第なところも正直あると思うんですよね。なのでこの動画で何が言いたいのかというと、ぜひともねドラケ2のあるかもしれない新要素、後日談分かりませんけどなど遊んでみたいって方はぜひねドラゴンクエスト 3HD2D リメイクの購入をよろしくお願いします。僕のスクエニのね回し物でも何でもないんですが、どうしてもね遊びたいので。ただですね、ただのリメイクだろって思ってる方は結構いらっしゃると思うんですよ。なのでそんな方はですね、ぜひオクトパストラベラーっていうゲームの動画などね PV もあると思うんで、ぜひ見てもらって神秘的なグラフィックをぜひ堪能してみてください。そうするとですね、ただのリメイクかなって思ってた人はちょっとね感じ方が変わると思います。ということで今回の動画は若干気が早かったかもしれませんが、ドラクエ2リメイクで裏ボス追加要素モンスターズの続編確定という動画を作ってみました。皆さんのね予想などコメント欄で教えてください。今後もねドラクエ関連の動画を作っていきたいと思うので、高評価チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。